401号室。私はマンションの管理会社に勤めているが、この仕事は長くやっているといろんな部屋にまつわる不思議なことに遭遇する。会社はマンションを12棟ほど所有していて、管理に当たるのはほぼ私一人。会社の本体は別事業をやっており、儲けた分を競売物件に継ぎ込み増やしている。まあ、税金対策だが。 したがって購入するのは安く中古の物件ばかりで、古くていわゆる曰く付きの物件が多数ある。その物件の一つでの不思議な話。その物件は軽マンション。築25年ほど。うちに物件が回ってきたのは3年前。単身用のワンルームタイプ。競売物件は全オーナーが夜逃げ状態で、 物件資料の不備が大量にあった物件。入居者契約書やら、家賃の入金状況もわからない箇所が多くあった。まあ、競売物件では普通なのかな。で、何度か調べてみると、競売物には珍しく、入居状況は良好で、空き部屋は3つ。うち2つは半年ほど空室。しかし401号室のみ、かなり長期間空室。 401号室は角部屋で日当たりも良好なはずで長期空室はちょっとおかしいなと感じた早速空室の点検に向かうと2つの部屋はリフォームアップされていたが問題の401号室はそのままだった前オーナーが金作に困りそのままの状態で放置したものと考えて部屋を物色した部屋は典型的なワンルームで 玄関を入ると、ユニットバス、キッチンで、扉を開けると部屋。窓が右手で、奥がベランダ。部屋には小さいタンスに三段ボックスとテレビが2台。押し入れには、布団とごちゃごちゃした小物。ちょっとした物置状態だった。こりゃ廃棄物代がかかるなぁと下打ちしながらいろんなものを漁っていると、霊感ほぼなしの俺が、 突然何かの視線を感じた。生活習の残っている夜逃げ部屋ではたまに違和感を感じることはあるが、妙に気持ち悪い。しばらく部屋にいると、どうやら壁にかけてある古い姿見から視線を感じる。その姿見は壁に貼り付けであって移動ができない。これはちょっと嫌な部屋だなと感じながら、鏡は見ないように作業を続けた。 最後に間取りの参考資料として部屋の写真を撮って会社に帰った。早速リフォーム業者に連絡を入れてリフォームアップを待つことにした。数日後、リフォーム会社の業者から電話があった。S, S さん、言いにくいんやけど、あの部屋なんかありますよ。どないしたんですか私は内心、やっぱりな、と思った。 申し訳ないですけど、今、職人と私、401にいるから、来てくれます。現地に行ってみると、例の姿見のことらしい。S さん、ちょっと裏側見てもらえます。恐る恐る裏を見ると、数枚のお札が貼り付けてあった。しかも、半分すすけているっぽい。ちょっと予想していたが、かなりビビってしまった。 しかも職人一人が急に頭痛がして帰ってしまったとのこと。<S, S さん、わしもいろんな現場入ったけど、ここは気色悪いで。実はわしもさっき姿見動かしたとき、鏡に人影見たで。さすがに謝礼にならないので、以前に別件での供養などで数回取引のあるお坊さんを呼んで、業者と職人、それと私にお経を読んでもらい、無事に終わった。 リフォームアップが完了し、入居者募集開始。少し家賃設定を低くしたせいもあって、一ヶ月もしないうちに入居者が見つかった。入居者は50代前半の女性。あまり詳しくは書けないが、以前長期入院をしていて居住保護の方だった。入居日は福祉関係の人と一緒に来ていて、物腰の柔らかい感じのいいおばさんだった。 数日間は何事もなく過ぎ、401号室のこともすっかり忘れていたある日、402号室の女性から電話があった。内容は、夜間隣のおばさんが、わけのわからないことを叫んで壁を叩くとのこと。こちらで他の入居者などに聞いてみると、内容はこんな感じだった。夜間突然おばさんが廊下に出てきて、 天井から出てきて見てる。ここの住人は陰乱で男をたくさん連れ込んでる。〇〇より私を睨んで監視している。監視だけじゃなく教養もされている。ここは遊郭や。など、意味不明なことを叫んでいるらしい。夜中ベランダから同じようなことを叫ぶため数回警察が来ているらしかった。 昼間401号室を訪ねてみると、おばさんは別人のように変わり果てていて、目だけが異常に鋭くなっていた。話をすると、朝から晩まで天井から監視されるので眠れへんのや、という。ふと室内の天井を見ると、直径30センチほどの穴が開けられていた。話し合いの結果、おばさんもこれ以上部屋にいたくないとのことだったので、 福祉に相談して強制入院と入居解約の手続きを取った。退居後、天井の穴の修繕で再び同じ業者に依頼した。数日後にまた電話があった。S, S さん、また401のことなんですけど。部屋は綺麗やから、天井とハウスクリーニングだけでええよ。実は天井補修見てきたんですけど。 天井裏、お札だらけでしたんや。え、え、とりあえず、補修よろしく。おばさんは以前、詳しくは教えてもらえなかったが、そううつ病だかで入院していたので、部屋とは関係ないと自分に言い聞かせ、その後半年間部屋を寝かした後、再度募集を開始した。次の入居者もすぐに決まった。20代後半の男性 A さん。 定職もあり、保証人は親で、写真を見る限り高青年っぽく、一安心した。入居後一度挨拶したが、なかなか礼儀正しい青年だった。ところが、入居後3ヶ月ほど経ってから、A さんの親から連絡があり、A さんと連絡が取れないらしい。一度部屋を見たいとのこと。家賃は当月分の振り込みがなかった。 翌日、両親が田舎から出てきたので話を聞くと、会社も無断欠勤が続き退職しているとのこと。内心嫌な感じがした。ただの失踪くらいならよくあるが、最悪の可能性もあった。両親と部屋の前に到着してみて、呼び鈴を鳴らしても反応はなかった。合鍵で部屋に入ろうと扉を開ける。すると、ガチャン という音がした。チェーンがかかっていた。と同時に、ものすごい悪臭もした。悪臭で、両親の手前失礼だが、えずいてしまうほどだった。玄関は真っ暗で、ゴミ袋らしきものが見える。A さん、いてますか管理会社です。呼びかけだが、返事はなかった。両親も、まるまる、お母さんやで。 と必死に呼びかけてみたが返事なし。かすかに室内からテレビの音だけが聞こえていた。両親に車にチェーンカッターあるんで持ってきて切断しますが、と声をかけ車に向かった。チェーンカッターを使ってチェーンがようやく切れる。両親に一応私が先に室内を見ますと言って部屋に入った。最悪だ。玄関ゴミだらけ。 室内は真っ暗でテレビがついていた。A さんいませんかとこわごわ室内を見るとベッドの毛布にくるまって体育座りの A さんがいた。さすがに驚いて、うわっと声を上げてしまった。大声で心配になり、両親も部屋に入ってきた。まるまる、大丈夫かしっかりしーや。両親の呼びかけにも、 無気力にうなだれているだけ。髪と髭が伸び、数ヶ月前の青年とは明らかに違っていた。とりあえず暗いので電気をつけようとスイッチを押してみたが、電気はつかず。テレビはついていたのにおかしいなと天井を見ると、照明が黒いゴミ袋で覆われていた。よく見ると、窓やベランダすべて黒のゴミ袋で覆われて、めばりまでされていた。 まさに異常だ。とりあえず救急車を呼び、天井のゴミ袋を外してみると、シーリングライトは外され、その横にぽっかり穴が開けられていた。ようやく救急車が到着し、両親は泣きながら一緒に病院に向かった。数日後母親が会社に来て、A さんは田舎で療養するので解約しますと告げられた。A さんのことは心配だったが、 さすがに容体やいきさつは聞けなかった。A さんの退去後約2年ほど経つが、現在は開かずの間で入居者募集はとりあえずしていない。401号室を詳しく調べてみたいが、変な噂になると困るので調べていない。事実4階の住人の間では、401に入ると祟た,たられると噂になっていた。 管理会社は警察や知り合い、保証人より先に部屋に突入して何かあった時には事後処理もするので色々辛い。ある意味貴重な体験はできるが。401号室で何が起こったのか全くわからない。ところで以前401号室をデジカメで撮影した画像には全く撮った記憶がない天井を映した画像が映っていた。